こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、シャッフルでこういうシンコペーションのセクションが出てきた場合どうするんだっていうお話ですよね。こうですね、ジャズの場合も、まあ、ちょっとジャズの場合だと跳ねた8分布で考えるんですが、シャッフルの場合は結構3連形で考えることが多いので、今回はこういう形でいろいろ作ってみました。で、まあ、これ例えば2回連続できた場合、全部同じだとどうしても、まあ、最初のうちはそれでいいんですけど、ちょっとこう、まあ、面白みがないなみたいな。例えばこういうとこですね。このジャーン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 のギターとかベースがね、みんなこうこれを弾いてるでしょ。こういう時ドラマどうするんだっていう形で、今これをやったんですけど、まあ、リズムで処理すると、ドンタドドタ、これは別にこの足はなしでもいいですね。ここの足は。まあ、シンコペーション、ダン、クラッシュ、最初の頭のクラッシュで、これ長い音だからね。で、次、ここで蹴り足で、で、着地。で、着地をするのに、この手前のバスドラの音を入れると、滑らかに着地しますよねっていう話ですね。で、表記的にはこう、3連のこう、弾んでる。譜面ではもう3書くの大変だからこうやって書いちゃうけど、これってこう跳ねてるから、この3連で言うと、タカタタカタタカタカタタカタタカタっていうフィールですよっていうことですね。で、そこの3連がハマるんで、前半の展開をスッとタタ、このちょうど交互でいくと、ここが踏み切り足なので、ここの音がスニアの方が良いんですよ。なので、ね、ハマるでしょ。で、これを別にフロアでも、スネアの方が蹴ったって感じがするけど、ね、で、このフロアでも蹴った感じがするんだけど、これを蹴らずに、なだれ込みって僕やんでるんですけど、ドタッと音を。これは難しいですよね。ドタッとドタッと。全部着地は、で、全然構わないですが、これも、避けてもいいし、これですね。ドタンで避けてもいいし、これ両方スニアにしてもいいし、スニアとフロアにしても構わない。そうすると、みたいな感じで、こう、なんか、後半細かくしたりとかね。で、受けの方を、っていう風にしてもいいんですが、受けの方も3連でいけると。そうすると、打って、これで受けることが。細かくやると、いろんなバリエーションができますよね。だから前半と後半のアプローチ、前半だけでアプローチいっぱい考えるってことね。これもちろん全部スニアでもいいよね。これ、なだれ込みの場合は、歌が左、その方が右でクラッシュいける。まあ、僕は左手でいっちゃうけど。まあいろいろ、だから前半のところのアプローチ、ここの3連がこんだけあるから、これをいろんなタムに移動してみたりとかして、で、ここのスニアで蹴る感じとなだれ込む感じにすると、いろんなバリエーションができるでしょ。で、帰ってくるところもドタンタタンタタンって踏みしれる感じと、タタカタっていう風に埋めていく感じ、こういう感じをいっぱい自分で書き出して叩いてみると、ものすごくバリエーションがいろいろできるんではないかなって思います。まあ、シンコペーション、これ、ジャズの場合はこう3連だし、ジャズの場合は跳ねた8分布で考えていくんで、跳ねた8分布を3連に分割するって考え方を、ちょっと考え方は僕は違うようにしてるんですけど、シャッフルではこういうふうな、まあ、そんなにたくさんバリ、こんだけあれば、もうかなりいろいろできると思うんで、いろいろやっていただければ。だから、リズムで普通に繰り返すだけでもいいし、前半だけこうやって、後半シンプルでしてもいいし、前半シンプルにして、後半をこう細かくしても全然構わないと思います。という具合で、いろいろ組み合わせて遊んでいただければと思います。本日は以上になりますが、まあ、メルマガ登録していただくと、この譜面
面もダウンロードできるようになってますので、ぜひメルマガの登録もよろしくお願いします。 LINE の公式アカウントもありますので、どちらでも大丈夫だと思いますので、登録の方よろしくお願いします。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。